はい、皆さんこんにちは。バルーンアーティストトシです。はい、今日もですね、バルーンアーティストさんたちの作品を作っていく企画第2弾で、今日もイソプレッソバルーンさんの、作品を作っていきたいと思います。はい、今日は、フラミンゴを作っていきます。はい、よろしくお願いします。また買えるのこれですよ。黒はもうすぐ割れるし、もう1億まではあんまり使わないので、なんかもう古くなってますもんね。あ、切れですね。ちょっと待って、ストップストップ。今日大丈夫かな。この前ですね、何だったっけ、デイジーダックを作る時か、あの時ですね、僕チャックが全開だったんですよ。チャック全開で、全部最後までチャック全開で、で、もうほんとね、もうあれがっかりしましたけど、もうチャック、一番最初から最後までチャック全開で、しかもチャックのですね、もう開いて、あれがこう縦になってるんですよ、こういう風に。でも開いてますって感じで、もうそれで気づかないで、もうあれ1時間ちょっとぐらい収録して、で編集してる時もまだ気づかないんですよ。で編集し終わった頃に、あれ、なんかあらってなって、で見たらチャックが開いてるんですよ。そしてそれにもういろいろどうにかならないかなと思って、何ですか、加工しようかなとか、モザイク入れようかなとか思ったんですけど、あの部分にモザイクをずっと入れ続けると大変なことになるでしょ。なのでもう一回撮り直したんです。あれ全部やり直しました。はい、デイジダック、あれ2回目です。テイク2です、デイジダック。で、実はですよ、その前に撮った動画があるんですよ。デイジダックの前に撮った動画ですね。確かなんかハートかなんかだったと思うんですけど、実はそれはここだけの話、チャックが開いてます。チャック開いてるんですよ。で、チャック開いてるんですけど、目立たなかったのでそのままアップしてます。はい、あんまりよく見ないでください。確かハート、デイジーダックの前の作品です。チャック開いてます。ただ目立たないので、もうそのまま使ってます。はい、という話でした。いや、はい。はい、作ります。はい、いいですね。はい、ちょっと待って、ストップ。さらに、はい、次。え、あ、なってたね。なんか嬉しいね。なんかできてきたら嬉しいね。これね、固定するときですよ。固定するとき、絡めますって結構僕も言うんですけど、絡めるとき本当にしっかり絡めとかないと、なんていうんですかね、外れやすい力、若干弱いんですよね、これがね。これがグラグラなったりとかするので、こう絡めますっていうときはしっかり、なんていうんですかね、こうぐるぐると巻きつける感じで、これをね、ぐるぐると巻きつける感じで絡めといた方が、多分力取れにくいです。しっかり絡めた方がいいね。はい、作ったよー。見ました。おー、初めて鳥系で作るかもしれない。まあ、古典とかでは鳥系とかやったけど、なんかでっかい作品なら作るけど、なんかこのちっちゃい鳥ってあんまり作らない。違和感ないかな。ね、まあ、いいんじゃないですかね、これで。ね。はい、こんな感じで完成ということで。はい、ね、いいっすね。いいっすね、フラミンゴ。もう、考えつかないっすね、鳥って。はい、また概要欄に貼っときます。はい、イソプレッソバルーンさんの、チャンネルのリンクと、これですね。のリンクを、概要欄に貼っておきます。
よし、完成した2品目、どうですか、どうでしょうか。おーおーおー怒られるし、怒られるね、こんな使い方したらね、イソプレストさんに怒られます。じゃあ、いつものギターでも弾きますか。はいよ、はい、出会った時からきっと全ての世界変わり始めていたよ。今ならこの気持ちを正直に言える。道に咲いた花にさりげなく笑いかける君が大好きで、どんな宝石よりも輝く瞬間を胸に刻もう。心から心から思う君が大切なものは何ですか。その笑顔その涙ずっと守ってくと決めた恋に落ちて I love you。よし、終わり。はい、じゃあ、バイバーイ。